れたで。うわー、ひどいひどい。待って、違うやろ、コメント見たんやろ。お疲れ様です。そう、え、違う違う、珍しいコンビみたいな。あー、だから、あ、じゃあシンシンが真似は。コメントできてたならその人に言おうと思ったけど、忘れてるし。うわー、ひどい。ちょっと記憶にないぐらいのあれやけど。もう1年経ってる。え、千秋楽も出たでさ、多分。そうやんな、うん、一緒に出たで。ひどい、悪い、悪い、笑いながらケロ食べてたよ。ケイトちゃんとおせんせんです。負けたけど、やっぱ M でチーム違うから、ドラさんロッキー、まあ、確かにチームドラさんロッキー、パンダ来たし、なんかジェジャだけ面白かった、ほんまに。でかっ、実は最近すごく沼ってます。シンシンっぽいって。え、何が、あのパンダが。え、全然可愛くなかったんけど、忘れてるのが、悪口やんか。最初ね、夜公演おろしで出てたんですけど、でも珍しくないよな、別に。あまりの暑さに、あの、うん、記憶がもうなくて、もうウーホーとかも、もう自分がちゃんと踊ってるのかとか、歌ってるのかとかもわからんくて、もう急いで、すいません、もう死にそうなんで、あの、2つにくくってくださいっつって、途中で2つにくくってもらいました。これから、あの、ナンバーライティするときは、できるだけなんか、ね、ちょっと首元涼しい方がいいなと思いました、うん、もう死ぬか思って、今日だいぶ笑った。気づいた、2つになってたって。そうなんや、もうほんまに死ぬかと思って、もうちょっとびっくりしちゃった。確かに、鴨川おもろは常識もない、間違いない。いや、小池ではない。そうなんですよ、小池に慣れた女。そっか、振られちゃったりとか。昼夜とお疲れ様です、ありがとう。そう、気づいた顔した。やばい、甘がみしたになったって。そう、そうなのよ。あの、ちょっとみんな、本当はね、ちょっとアイドル会というでみんなを喜ばせるためにとか言いたかったけど、ちょっと自分の命の危険を感じて。そう、大事大事、うん、MC 面白くて確かに確かに、そういうことよかった、もう取れたらよかったよ。青春念仏のさ、ポジションがさ、ね、そう、ボケてきてくれるの嬉しいね。3つやから聞くとか、え、タイトルだけ順番に、確かに世界の中心の大阪の何日時間、しかもナンバが昼頃のナンバっていうところが、そういうことか、見た瞬間に思った。さらにややこいですよね。売り面の3人が前やねんって。そう、そうやったんやで、そうやで。ケットは気づいてたんけど、3つ一緒やったんだ。入ってみんな、やばい、船風が出るから。やってないかも。なんか言ったら言うやん。もうすぐ入りたすぎて嬉しかった。うんうん、でももうなんとか無事終わってよかった。今日はぐっすり寝れそうです。なんか今日はもう絶対みんな気づいてたね。ダイエットしてるけど、なんか食べたい。気づいてた。もうなんか今日何食べても多分もう太らん気がする。気づいてた。やし、もう今日私炭酸1リットルぐらい飲んでる。ビジネス仲良しや。真面目にお笑いしてた。ケイトちゃん、初めてお話し会だったのにインスタ認知してくれたの嬉しかった。もちろん何も悪口出たから。もちろん頑張る、公演楽しい。頑張ってもいいですからね。めっちゃハードなの。気づいてたね、さすが。客席に向かって威嚇してるから、そう、ちょっと威嚇してみた。威嚇したらエモいわ、それは。ビビってくれるかなと思ったけど、すごいなんかニコニコした目で見られた。独占権見たら溶けてなくなっちゃう。あ、ドロドロにね。まや、初恋やこんにちはってめっちゃ懐かしくない？腹筋は気のせいで。やってたな。腹筋も気のせいじゃない、腹筋も気のせいじゃない。念願の独占権の前見れて嬉しかった。よかった。やってたんけどな。ちゃうねん、ちゃうねん。あれ、エンジンは芸人。あ、そうそう、そうなのよ。芸人で、何やったっけ、滑るデビルを倒す時の呪文がなんでやねん、どないやねん、もうええわやったから、それめっちゃいいやんと思って、それにしました。よくお気づきで。
じゃあ守っててんで、それを問題にしてもよかったかもね。そんなん言ったら怪しくなるから、うん、改めて説明するもでもないんやけどさ、なんか B2 のみたいな話が出てきた時にさ、ユニットケットだって思ってんけど、そうそうそう思ってんけどな、ツッコミサーキット、なんかあの10円パンとかさ、ココナさんとかとも一緒にやってた、そう10円パンな、一回食べてみたい。え、グーモンでやってた？やっスケブ、そっちのイメージもあってめっちゃ必死に言い訳してる本気の威嚇するからやばい、もう公園入りましたって、ありがとう来てくれてね、ツッコミサーキットして人以上に覚えてない、コンタクト抜いて鬼役抜いて、あ、よかった、お互い何も覚えてない、ヘルコインありがとうございました。プリとかもうレベルじゃない、みんな一緒に、うん、思い出忘れたらやばいよな。いやでももう忘れちゃわないんやけどさ、でも今はもう言われたらもう嬉しい思い出もなんかやりきれたことが嬉しい私。え、わかる、青春念仏はわかる、めっちゃわかる、忘れてるハマるよな、今日のリーちゃんの名前を聞けるなんてね、もうあれはもう常識問題ですよね、嬉しいです、伝え合えてもう会いたいの気のせいですか、器具だね、私もなのよ。バイバイ、体を大きく見せる威嚇そうそう、あーって確かに忘れてた、思い出でもない、昼夜めっちゃしんどい、思い出やねんけどな、ほんましんどい、ごめん、しんどい自己紹介、声がよく通ってるか聞こえやすい、うわ嬉しい、ありがとう、それ思い出そう、それを意識して頑張ってます、ね、でも振り舞いが踊れてるのか、ボケたいとってボケたい、そう突っ込んでくれへんかったから、ね、あ、おおってなりながら次の自己紹介行っちゃった、覚えたてっていうか、まだ振り舞いもちゃんとしてないよ、もうラッ、え、だってさ、あれ感想伸びてるやん、もう言うことなくない、もう私ほんまに覚えてない状況、本当はね、シークレットタイム日替わりなんですよ、実は煽りね、でもその2回公演やし、なんか久しぶりのそのナンバラエティ2週間空いてるから、とりあえずじゃあもう今回この昼夜は私にしようみたいな感じでやったんですよ、だからもう私はもうしばらくちょっとラップは控えたいですね、もう本当にもうめっちゃ考えたもん、もう何もなくてネタが、ややこしくない、確かに、え、でも体力落ちてきてると思う、やし今ダイエット中であんま食べてないから余計に多分体力が落ちてると思う、めっちゃやりたかって、ボケ担当というか今日ツッコミ担当すごいやる気がもう働くありがとう、そう、隣はケイトちゃんとお先生です、ジャンジャンのジャンプを拝めました、そう実はね日替わりなのよ、ラップとゴリラ、そう避けたい、その2つは逆転苦戦しました、うん、覚えるので、わお、でもなんか2番が難しいみたいな、そう、でも嬉しい、ラップ好きって言ってくれる人おるのが嬉しいけど、実は一番悪いんです、確かにおでん食べようかな、おでん売ってるかな、近所売ってないんですよ、おでん難しいと思う、売ってない、サビぐらいサビぐらいツッコミ役のボケに戸惑ってしまった、見てたんか、今日前で嬉しかった、やりたくて見てて、うん、よ見てたら覚えるよ、ね、DM 送る、マジ神かよ、確かに今日はキロスライター R 指定さん強、わかる、これ乾いた流動波なんとか波みたいな、こちそらなんとかなんとか、そうです、だし巻き、え、本当はね、なんかあの普段もキラキラにしたいなって思うんですけど、ファミマでだし巻き売ってて、うわ初めてだし巻き見たと思って買ってみたら美味しかったです、いやちょっとねゴリラは避けたいですね、ナンバラ入った時レグジャンラップだったらいいなってね、当たるといいね光ってるでしょちょっとニヤニヤしてた、自分ではつけ方が分からなくてそうそうそう、やってもらったから間違いない、あれかっこいいよね、なんかあれ覚えようかなとかも一時期思ったけど無理やった、バイバイ、ラップ好き、ありがとう、この公園ね、あのちゃん帽子があるから、嬉しい、あの、そうか、帽子があるから限られるんですね、ね、ボケたら突っ込む人おらんから、ちょうどね、貫禄出てる、嘘、マジ森山さんが、ね、見た目似てるからね、これです森さんの写真まだ送るから、ショールームあったら、パプリカ、あ
楽しみにしてる。パプリカです。前回男女上がってたのがわしだけ名前。え、嘘、それは本当にごめん、多分普通に見逃してただけで、なんか嫌いとかそういうのじゃなくて普通に見逃してただけ、ごめんね、それは申し訳ないわ。全然しかも気づいてなかったし、多分あのシオンがずっとうるさかったからごめん、申し訳ないです。来てくださいね、ライミゴリラみたい。いやーやりたくない。あれ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 アオラブ見てたらほぼわかる。4人連続成功のやつな。今日の公演とても楽しかった、ありがとう。いやーこちらこそありがとう、わざわざ春ばり、わざわざ春ばり遠いところから、はい、誰もありがとう、待ってるやん、こんばんは、ありがとう。森山さんもラップ、え、そうなんや、これ、もうやあ、靴底今日はじゃ無事でした。ランキングを発表します。よかった、もう終わっちゃうの。そりゃそうや、さっきやってたもん。瞬間じゃあ13位からいきます。13位佐藤さん、ありがとうございます。12位鶴さん、ありがとうございます。規則性は11位せいくんさん、ありがとうございます。何、れいこちゃんって言った。ちゃーちゃんさん、ありがとうございます。今れいこちゃんって言った。9位ささきんぐさん、ありがとうございます。8位くにやんさん、ありがとうございます。劇場9位きょうへいさん、ありがとうございます。みんな初ナンバラエティ楽しかった、ありがとうございます。5位しおぴーさん、ありがとうございます。4位ずんだむつさん、ありがとうございます。うわー、そんななんかスキビだけに見せるみたいな。2位ガチのつりさん、ありがとうございます。そして1位がしろくまさんです。行ける日に入りま、そうやんな、もう運やもんな、いつやるとか、スペシャルギフトを送ってくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、そうプレゼンツコーナー、私そうなんですよ、大ボケ担当、おやすみなさい、送らない年賀状好きな芸人来た、ラップラップ来た、順位変わってたから、あ、順位変わってたかららしいです、すいません。あ、韓国語なんて書いてるんや、ポワンダの理由が嘘、本当にいいぜ、抜け出せない、ツインカワイありがとう、めちゃくちゃ変な DM 送った。全然大丈夫、じゃあ今日のレイの顔見れて待って、軽すぎてすぐ動くやん、ちょ夢出てきた、あ、この説はお邪魔させていただいて、エンジンいいでしょ、見に来たい、見に来て、あ、やばい、ごめん、めっちゃ揺らした、こらごめん、ごめんね、あああ、見ましたか今、ごめんなさい、炎上炎上炎上、やめて、すぐ揺らして、晒します、この子です、ごめんなさい、この子が倒しました、この子どっちのためにこの子晒します、下からも逃げられへん、ごめんなさい、あ、もううるさいし、もうごめんなさい、炎上させてください皆さん、あ、やばい、向こうのマイティの配信まで聞こえてるって声がちょっと大丈夫、ほんまやね、ごめんなさい、さらしないで、はい、スクショしてさらしてくださいこの子、いやごめんってみんな甘々やな、ケイトちゃん、許してくれた、うん、ケイトちゃんなら許す、はい、じゃあもう一回やっていい、さらしてやってください、炎上させてください、アンチコメントしてください、ごめんなさい、なあ、お前やで、はい、で、OK です、あ、15分経った、じゃあ、ちょっとお迎えが来たみたいなので、私も順位を発表させていただきたいと思います。そう、おせんせんとね、一緒に、うわ、一緒にゴール、そうやで、いきます。13位、純喜、ありがとうございます。12位、愛花ちゃん、ありがとうございます。11位、ゆうじろうさん、ありがとうございます。10位、伊藤ちゃん、ありがとうございます。9位、くらげさん、ありがとうございます。8位が、つれづれさん、ありがとうございます。7位が、ひさおさん、ありがとうございます。6位が、かえでちゃん、ありがとうございます。5位が、ちなちゃん、ありがとうございます。4位が、あまたさん、ありがとうございます。3位が、しんさん、ありがとうございます。2位が、たかさん、ありがとうございます。そして1位が、かのちゃん、ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、ちょっと今日はぐっすり寝たいと思います。みんなありがとうございました。みんなもおやすみなさい、バイバイ、ありがとうございました。